応援してくださってる皆さんちゃんとお伝えしなければいけないなと、大切な方をちょっと呼んでますんで、ご報告させてください。はい、お願いします。ネロジンチャンネル、少し笑ってこんな少しでいいから、あとは僕に任せてよ、君が笑えないなら僕が笑ってみせる、あとは君に任せるよ。皆様にご報告をしなくちゃならないことがあります。ちょっとみんなに真剣に聞いてほしいというか、応援してくださってる皆さんにはちゃんとお伝えしなければいけないなと。まあそうですね、大切な方をちょっと呼んでますんで、ご報告させてください。はい、お願いします。不倫相手です。ふわわだりえさんです。ネノシンさんのもう大ファンで、ネノシンチャンネルの大ファンなんですけど、ありがとうございます。まさかの僕の中ではずっとこうテレビで見ていたこの憧れの芸能人の方が横に座ってるみたいな感じなんですよ。多分みんなそうやと思うね。私の中でもネノシンさんがもうネノシンチャンネルのネノシンさん、そしてひなたくんやんみたいな感じですよ。うわ嬉しい。めちゃくちゃ日本一周の時とかも見てくださってて、はい、で5年ぐらい前から僕のことを応援してくださってるんですよ。めちゃくちゃ嬉しい。やっと今日は初対面、初めてお会いすることができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。お出会いに感謝です。ありがとうございます。本当に今日はね、実はね、緊張しすぎて2時間前にここ来てしまって、ひなたとずっと喋っとったな。そうですね、昨日はもう緊張してもう9時間しか寝られなかった。しっかり寝てんな。朝から血入ったし。いやちょっと気になるわ。緊張に弱いの、ね、緊張に弱いどころじゃないですよ、体調壊してるやん。それがすごいと思ったんだし、2時間前に着いたら普通喫茶店入るでしょ。それをあそこの日陰でずっと2時間待ってたって、小学生やで。今オブラートに包んで貧乏って言われてますよ。はい、はい、そういう大人です。そうです。ということでね、夢のコラボが実現してるわけやから、これいろいろ聞きたいんですよ、はい、ただいろんなメディアとか第6チャンネルとかにも話をこう、結構ルーツ的なところは結構他で話されてるじゃないですか。なぜその芸人になったのかとかっていう部分はもう多分バタ友の皆さんもご存知だと思うし、もっと今回はね、踏み入って土俵で上がっていこうかなと。この素足の方が汚いんですけど、どっちでもええわ。素足の方が汚いって、どっちめっちゃいいやけど。30万人ほないこけ。はい、ということで今回ね、クワガタリエさんの方のチャンネル、僕はねゲストとして呼んでいただいて、どうなんですか、ほんまにもしよかったらちょっと僕のチャンネルにもお願いできないですかってやったら、心強く聞いてくださって、出ていいんですか、私みたいなこんな綺麗な人が。飯喉通らないですよ、やっぱこんな綺麗な人が。平らげてるし、やってはるんですよ、ボイシーというアプリ。皆さん知ってます？ずっとやってはって、最近1万人から1万2000人、はい、めっちゃ早かったっすよね。ありがとうございます。ネノシンさんもやられて、私毎日聞いてますよ。僕はクワガタリエさんが紹介してくださった時にバーンって800人いって、そこから一切伸びないなんでボイシーは難しいですね。難しい。なぜその芸人さんになったのかっていうのは、新喜劇で行った時に感動して始めたのがきっかけっておっしゃってたんですけど、芸人さんをやってて、こう良かったこと、そしてちょっときつかったこと、これ両方聞きたいですよね、うん、でもネノシンさんと一緒ですから、好きなことやらせていただいてるのがすごくありがたい。あのネデニセがすごく少なかった時期もあったって聞いた時に、私も初めての舞台立って1ヶ月のお給料が225円やったんですよ。225円、うん、だからその舞台3分のネタするまでに何回もネタ合わせしてやってやって、2ヶ月ぐらいかけてやっとワンステージ225円もらえた時に涙出るぐらい嬉しかったんですよ。こんだけやってこれかやめようじゃなくて、こんだけやって大変やったけど、お客さんも笑ってもらえたり、まあ、いろいろあって、この225円の重み、19歳の時ですかね、その時、それがやっぱり自分の好きなことをやっていたお金ってこんな重いんやっていうのがあるかもしれない。だから金額じゃないですよね。そこはもうただこの世界は数字をやっぱ気にするじゃないですか。そうだからね、今じゃあ同じことできますかと、できへんと思う。
あんだけ労力かけて1回舞台出て250円もらって嬉しいですって今46歳の私言えないですよ。でも分かんないですよ。でもそれは実際にこうやってみたらその時の気持ちをほんまにこう思い出してなんか初心を思い出せたからありがとうって思えるその角度もあるじゃないですか。多分感謝してはる人やと思いますけどね僕は。そうかな。確か東京出てきて初めてのライブ出た時のお金はそれは1000円やったの1回の舞台の、うん、大事務所があってそれをそのまま初任給ということで母に渡したの。それを未だに取ってくれてて千円札を、うん、うわっだからさ初任給ってさ普通なんかもうちょっとあるけど私の中の初任給はたった1000円やけど、うん、それはやっぱ未だに置いてくれてたり置いてるじゃないねんって使われへんって言ってたもんね。あったかい話いい話いやそっかそっか確かに確かにそれどんな感じこんな感じカニカニ自分のチャンネルやから好き放題してるやんこういう感じなんだよ、ね、嬉しいこの鏡に投げ銭したいからもうありがとうございますじゃあもうはい開けてもらっていいですか。涼しいな気づかったこととか気づかったこと、うん、やりたくない仕事も楽しそうにしなくちゃいけないっていうのが嫌やったかも。ジャイアントスイングってぐるって回すやつあるでしょあれ1000回回した後に回した人を好きになるかっていう実験とかあるんですよそんな嫌やん。10年ぐらい前そんな仕事ばっかりやって、はい、しかも12月24日のクリスマスイブにそんなたまたまそういう仕事になってで私もねそんな回されて好きになるわけないと思うけど好きになってんのよねなっとんのかい。ほんまにフレンチキス1万回したら好きになるかとかしょうもないのやった深夜にそれもね案の定好きになってんのよさっきだから数字なんて関係ない重いやっていう話したのに完全に数字の話してる人は1万回ことにキスしたら好きになってもらってあとお姫様抱っこ24時間とだから今やったら確実に問題になるような番組っていっぱいありましたもんね。だけどそれがおもろいっていうなんかさこれは嘘物のパイですって下に出るようになった時点でちょっともうあかんくなってそのタイミングありましたね。でこの後スタッフが美味しくいただいてますとか出るようになりましたもんね、うん、夢これが一番聞きたいかもしれないね。おー、まあ、またリエさんの今の夢あります。夢これ多分バタ友の皆さん全員聞きたいと思いますよ。なんか5年前は子育てに追われて何にもできない自分がいたんですけど、うん、ありがたいことにこのコロナってなった時にちょっとこの子供たちも子供だけでお風呂入れるようになったり自分の時間もできるようになって、うん、でこれからの夢となると子供たちが成人した後というか若友さんたちとバカなことをしたいというか、はい、いろんなところの土地土地の若友さんところで育児お疲れさんとかあの毎日お仕事お疲れさんとかみんなでワイワイはしゃぎたい。育児終わった人って実は喪失感もある方もいらっしゃったりするんですよ。寂しさもやっぱ感じますもんね。その自分の我が子がこう大きくなって今までこう一緒に過ごしてきた時間がちょっと減ったりするじゃないですか。私だからまだ自分はあるから、うん、だから今私のねバッタンチャンネル見てくれてるママは例えばお子さんが30歳以上とかも方もいらっしゃって羨ましいって言ってもらえますね。その一緒にご飯食べてる時間が、うん、あの時はなんか毎日しんどかったけど見てるとあなんか懐かしいな戻りたいなと思うって言ってくれるとああなるほど。だからってことは私今すっげえ大変やけど、はい、この時間に戻りたくなる時が必ず来るんやったら日々を大切にせなあかんって改めて思わせてもらったりね。ああ確かに僕もアーティストとファンの人たちとの垣根をなくしたいって思ってるんでファンクラブの人たちと交流したりとか春はお花見行ったりとか川端理恵さんもなんかこう同じような感覚でお話聞けてなんか嬉しいっすわ。だからだそういうのも含めてファンになったのかな。ただでも男性としては一輪も魅力を感じないらしい男性として一回も見たことがなくてねで人としてそれすごくないですか。人として嬉しいっすね。男性としても見られたいですけど見られたいんかい。今回ちょっと急遽ですけれども、はい、川端理恵さん出演していただきましたありがとうございます。ありがとうございます。 いや本当にこれからちょっともういろいろお付き合いさせていただいてよろしいですか、はい、また家泊まりに行きます。いやほんまに来てねね、これ今日ねせっかくお会いできると思ってずっと応援してくれてるじゃないですか。はい、プレゼント持ってきてる。ちょっといいですか。はい、ちょっとトイレットペーパー1年分なんです。いらんな。これね、はい、布地のエコバッグなんですけど、サイン
かせていただいて、いやーめちゃくちゃ嬉しい。ライブに行ったり、このツアーの日付が入ってる、その時も、いや嬉しい。この中にですね、はい、タオル、ツアータオルと CD、 ツアータオルと CD、 キャップもあるんや。ラバーバンド12,500円でいいですよ。金取るな。ほんまに嬉しい。むちゃくちゃ嬉しい、はい、ありがとうございます。ほんまに嬉しい、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しい。いや今回本当にねのしんチャンネルさんに出させていただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございました。これからもじゃあよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後にせーのでほなないいですか。はい、せーの、ほなな。はじめまして。ねのしん、ねのしん。はい、行ってくれ。俺も一緒に行ってこよう。なんでやねん。いけるかな。手拍子もらっていいですか。ありがとうございます。出会いに感謝です。わあ、嬉しい。じゃあ、通常ライブで。ずっとやってきてよかったなってほんまに心から思います。この一つ一つの出会いも大切にさせてください。では聞いてください。そこには何もなかった、でもそこに全てがありました。オンザロード険しい道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって、どうせ自分なんてが人生でバレなんてできないって諦めて、それでええバレなんて宣伝で、それは自分の夢ちゃうやんけ。君が散々迷った道は誰かの道しるべになるんやで。おもろいこと探しに散歩にでも来ない、ごけ目的地なんか決めずに行こうや、未来で悩むなら今を生きや、つまずいたのは踏み出したから、たとえ迷っても思い出になる。自販機の明かりで話した僕らの日常は非日常になる。どうですか。うわ、よかった。嬉しいなぁ。イエーイ、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 めちゃくちゃ幸せ。緊張したわ。ありがとう。よかった。ライブ来てな、また。行くで、せーの、はい。